石膏団地神社は、愛知県岡崎市城、佐々木町の岡崎石膏団地にある神社。社殿が、総石造りである点が珍しいとされる。石膏は、石膏と読まれる場合もある。岡崎城の城下町では、室町時代後期から石膏品の生産が始まり、近世には、優れた技術を持った職人が集まった。これにより、岡崎市街地には現在でも石屋町通りや、 加工町という名称が残っている。岡崎、新壁、味は石膏品の日本三大産地と称されている。高度経済成長期には道路整備や自動車の普及などで販路が拡大し、また市街地における石化工事の騒音などが問題になったこともあり、1964年から1967年には郊外の上佐々木町に 岡崎石膏団地が造成された。岡崎石膏団地共同組合の設立10周年を記念して、京都の大都市神社から、謙信と根シ名を分霊し、1974年6月には、鎮座とも押さえを行った。混流費用は1000万円であり、組合員の敷地に応じて拠出された金額などを用いている。その後、鳥居、狛犬、神前道路手洗い鉢、 由来費などが築地整備されていった。鳥居や、狛犬や、上野等のみならず、車検までも、総石づくりである。2009年頃には、組合設立45周年を記念して、珍しい石製の共同屋外トイレが設置された。2018年には参拝者向けに、セルフ御朱印が設置された。御朱印のスタンプは石製である。ありがとうございます。